アレックス・アザーはアメリカ合衆国の政治家、ドナルド・トランプ政権で12代目アメリカ合衆国保健副市長官を務めた。日本ではアレックス・アザールと表記されることがある。2017年9月、高額な出張旅費を使った問題で隕石辞任した保健副市長官、トム・プライスの後任としてアレックス・アザーの名が浮上。当時はアメリカの製薬会社、 イーライリリーの元幹部の肩書きであった。保健福祉長官就任後の2018年、トランプ政権のメキシコ国境で移民の親子を話して処遇する手法が批判されると、親子の再統合を担うタスクフォースの設置に関与した他、ほか2019年にはフレーバー付き電子タバコの禁止に向けた実務を率いるなど、トランプ政権の政策を支え続けた。 しかし2019新型コロナウイルスの感染拡大が深刻化した2020年4月には大統領が感染対策の遅れに関する批判を交わすためにアレックス・アザーを解雇するのではないかとの憶測が報道されるようになった。この報道については同年4月26日に大統領が長官の解任報道をフェイクニュースだと非難して否定した。2020年8月に 台湾の行政院はアザーが台湾を訪問することを発表した。1979年のアメリカ合衆国と台湾が断交して以来で最高位の閣僚の訪問となる。2021年1月12日付でトランプ大統領に辞表を提出し、その中で2020年アメリカ合衆国大統領選挙での不正の主張や2021年、 アメリカ合衆国議会議事堂襲撃事件はトランプ政権のレガシーを汚すと述べた。2018年から2020年まで中米大使を務めた杉山信介とは旧知で2021年新型コロナウイルス感染症のワクチン確保のためファイザー首脳との直接交渉を模索していた杉山より要請を受けアルバート・ブーラ CEO との橋渡しを行い 直接交渉への道筋をサポートした。ありがとうございます。